ワクワクリスニングクイズ 7-4 回答と解説です。 I was saying How long are these previews going to last? How long are these previews going to last? How long are these previews gonna last? この予告編ってあとどれくらい続くのかなと言っていました。もしもこれが How long do the previews last? How long do the previews last? だったら一般的に予告編ってどのくらい続くものなのということになるんですけれども、 How long are ここで be 動詞が入ってさらに the じゃなくて these になっているということから、今実際に劇場内にいて目の前で予告編が再生されていて、で耳元かなんかで、ね、この予告編ってあとどれくらい続きそうなのって耳打ちしているような、そういうイメージになります。予告編という言い方はPreviews の他に Trailers や Teasers という言い方もあります。厳密な違いを知りたくって結構調べたんですけども、ネイティブの間でも少し意見が分かれるようでしたし、アメリカとイギリスによっても多少違いがあるようなので、とりあえず同じような意味でこういった単語がありますというご紹介にとどめさせていただきます。発音練習です。 How long are these previewsGonna last. How long are these previews gonna last? How long are these previews gonna last? How long are these previews gonna last? さてさて、先週は実はものすごいことがあったんですよ。まあ、それもあってちょっとバタバタしていたんですけれども、この写真の方どなたか分かりますか？韓国のトイックキングことキム・テギュン先生です。もう韓国ではもちろん日本でもですけど、ものすごい有名な方です。トイックを360回受験されていて、もちろんその中では満点も何回も取られている、もうレジェンドと呼ばれる方なんですけれども、まあ共通のお知り合いも何人かいらっしゃるので、その関係で Facebook でつながらせていただいていたんですけども、お会いしたことは今まで一回もなかったんですね。で今回来日をされていた時に、今このホテルに泊まってますみたいなあのライブをやられていて、あれ私のオフィスから5分以内のあのホテルじゃないかということで、ちょっとあのそのね、ライブ放送の時に、あ私のオフィスから近いですわーってメールしたら、すぐにメッセージくださって、いや実はあの成田に行くリムジンバスの時間が夕方だから、それまで時間が空いちゃってチェックアウトした後何もすることないんだよねということで、まあ、先生と実は先生の会社の方もう一人いらっしゃったんですけども、スタバでお茶をして、でその後実は私のオフィスにも来てくださって、はい、あの私のオフィスから先生のアフリカ TV とか YouTube とか Facebook のライブ配信を一緒にさせていただいて、はい、あの今私が座っているのはトイックキングが座った椅子ですからね、はい、で、それから私のおすすめの担々麺のお店にお連れして、うん、で紀伊国屋書店本店の方ですね、東口の本店の方に行って、この写真にあるようにもう先生の本がこうドドーンと置いてあるところがあったので、そこで記念撮影をして、書店の方向けにサインをしていただいて、でそれからバスタまで送っていって、バイバイとすいません気軽にさよならまた会いましょうということでお別れしたんですけどね、ものすごく優しくて温かくて、そして前向きで明るい方でした。一緒にいるだけでなんかすごい楽しくなるような、そういう方ですね。で多少なりともね、私5年ぐらい前にちょこっと韓国をやってたので、あちょっとでもやっててよかったなって思いました。なんかところどころおっしゃってることはわかるんですよと同時に、あもう一回ちゃんと勉強したいなってすごく思えて、それも私にとってはすごくいいきっかけになったかな。今年は韓国語ぜひ再開したいと思います。でまず何をやろうかと思ってるかっていうと、写経ですね。あの写すだけ日記みたいのがね、あの紀伊国屋さんで売ってたので、あれあの韓国語のハングルの文字もすごく好きなので、まずはそれからやろうかなと思って、何もやらないよりはマシなので、あの日記の丸写しからやってみようと思ってます。
Okay, so thank you for watching, and if you like this video, please subscribe to my channel. 今日もご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。